法務省は今朝、確定死刑囚3人の刑を執行しました。岸田内閣の下では初めての死刑執行となります。関係者によりますと、法務省は今朝、確定死刑囚3人の刑を執行しました。死刑の執行は岸田内閣の下では初めてで、2019年12月以来2年ぶりとなります。古川法務大臣は10月の就任会見で死刑制度について、 国民世論の多数が極めて悪質、凶悪な犯罪においては死刑をやむを得ないものと考えている著しく重大な犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないと述べていましたこの後、午後1時半から古川法務大臣が臨時で会見する予定です。